いたしました。第32回東京国際映画祭ギャラスクリーニング活弁レッドカーペットセレモニースタートです。シャルウィーダンスの須郷雅之監督最高傑作の極上エンターテインメントスマイトありますカッツ弁姉妹にしたのは。それでは監督キャストが登場です。監督豪華キャストの集結です。それでは皆様、会場のお客様へご挨拶をお願いいたします。まずは主演成田凌さん、お願いいたします。こんにちは、成田凌です。外気持ちいいですね。短い時間ですが楽しんでいてください。お願いします。さあ、それでは皆様全員にお伺いしたいと思うんですけれども、この本当に映画愛にあふれた活弁、極上のエンターテインメント作品に仕上がっておりますけれども、活弁は皆様にとってどのような映画になったでしょうか。まずは主演の成田さん、お願いいたします。はい、この活弁という作品にかけたこの半年という時間だったんですけど、この準備の期間、撮影期間を含めて、このキャストと監督と、監督をはじめとするスタッフの皆様と、本当に時間というものを丁寧に扱った僕の宝物のような作品になりましたので、皆様の宝物のような作品になればなと僕は思うので、ぜひ活弁12月13日公開なのでよろしくお願いします。初めてお芝居をした時の感じをすごく思い出して、で本当にみんながこういい作品を撮るんだって、スタッフ、キャスト、もう本当にみんなで大事に作り上げた作品だったので、本当に今日皆さんに見てもらえる日が来るのが本当に嬉しいですし、私にとっても本当に大事な作品になりました。ぜひ活弁よろしくお願いいたします。まず竹之内さんはいかがでしょうか。そうですね、役者続けてきて、いつかはいつの日か総監督の作品に出られたらいいなというのが一つの目標でもあったので、私としても、とてもそうですね、特別な作品の一つになりました。総監督は今作活弁どのような作品だったでしょうか。初めての時代、それも日本映画の第一歩を描くということで、ちょっと今までの作品とは違う緊張感がありました。でも撮影現場は本当に楽しい現場で、もしかしたら今まで撮った映画の中で一番楽しい現場だったんじゃないかなと思います。大事な発見もありました。映画が音を持ってない時代の映画館、これは実に音に実は溢れていた、ライブパフォーマンスの会場だった、そういう発見があったのが僕にとってこの映画はすごく大きなものとなりました。ありがとうございます。総監督、この豪華メンバーが揃っております。改めて撮影振り返っていかがでしたか。本当に実は今日ここに立っていない多くの役者さんでも本当に、出演していただいて、本当に自分がサイレント映画の監督になったような気分も味わいました。劇中のサイレント映画を全部自分で撮ったので、すごくそれもいい経験になりました。ぜひね、劇中劇まで注目していただきたい作品になってますので、ぜひ皆さんお楽しみください。東京国際映画祭いかがですか。いや、なんかね、日本でこういう感じってちょっとあんまり慣れてないからね。すごい、ね、テレビなんかで見るとこういうのをほら外国のスターがこうやってるの俺たちいいのかなと思っちゃうね。でも本当この映画に出させてもらったおかげで、そうだね、こういう経験ができるっていうのがなんか楽しいですね。そうだね、嬉しい。今回初めてですね。これ国際映画祭に参加してこれからなんか中にあるの。総兵作品なんでしょ。そうなの。でもすごい素敵な装いで、もうなんかバッチリ決まっておりますけれども、ぜひ今回の映画の見どころを教えていただきたいんですけれども。見どころ満載ですね。もうなんかここはぜひみたいな。やっぱりそれは主役の成田君の弁士の様ですね。かなり頑張ってますんで。そうね、本当にね、黒島結菜ちゃんも綺麗だしね。いやもう本当に嬉しいね。本当にオーディションで監督が選んだ2人
ですね、さすが。じゃあ2人が認める名俳優ってことですね。素敵ですよね。そうだね、これいいね、若さってね。チャンネルだしね。ぜひ私たちベテランもすごい大いに盛り上げてますよね。そうだね、盛り上がったね。ぜひファンの皆様にメッセージをいただきたいんですけれども、まあ、とにかく須郷監督のまたちょっと今までと違う色の作品になったと思うんで、これ絶対見逃さずに見てもらいたいなと思ってます。本当に楽しめる映画ですので、ぜひ皆さんご家族でいらしてください。東京国際映画祭いかがですか？これは楽しいですね。おなんだかもうちょっと浮ついた気持ちになりますね。初めて、私は初めてなので。あ、そうなんですね。私もです、こんなのも。じゃあもう初めてです。すごい、今日なんか2人ともめちゃくちゃかっこいいんですけれども。いやいや、竹野内先輩にはかないません。竹野内先輩お高そうですよね、それ。やらしいとこ見ますね。あのスタリストの方が用意してくださったので、もうお似合いでございます。うちの竹内高いものしか来ませんので。あ、やっぱり、ありがとうございます。でぜひあの今回の映画の見どころを教えていただきたいんですけれども。ぜひお願いします。さっきあの監督が素晴らしいことをおっしゃってましたよね。無声映画の時代だけれども、実はいろんな音があった。やっぱあの本当に私もそう思います。もっともっと色が豊かで、もっといろんな音があったんじゃないのかなと思います。それを感じ取れる映画なので、なんかそこら辺をぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。で最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。ぜひぜひ映画館に足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京国際映画祭いかがですか？楽しいです。もうすいません、なんかこんなんで。で、あの今回主演ということなんですけれども、はい、苦労された点とかございますか？いや、まあ、プレッシャーみたいなことはクランクインする前日ぐらいまで、まあ、ちょっと当日ぐらいまで持ってて、もうあとは本当にただただそこにいさせてもらったっていう感じです。すごい細かい話になるんですけど、はい、なんか目線のやり取りとか、今そこのスクリーンを見るとか、なんかそういうタイミングのやり取りは、うん、そうですね、2人で活弁をするシーンというものがあったので。なるほど。そういうタイミングで2人で話すとかはありましたけど、やっぱりあとはこう初々しさというか、久々に何十年ぶりに会ったみたいな関係性なので、あんまりね近づけすぎちゃうと思うな、あんまり近づきすぎずみたいなところでした。でも俳優としてもご活躍ですけれども、ね、なんかこう差とかあります？モデルの時とか。モデルとの差ですか？はい、いや、まあ、セリフを覚えていかなきゃいけないってことぐらいじゃないですか。もうあとはもう一緒ですよ。じゃあ、 あのぜひファンの皆様にメッセージお願いします。はい、ね、映画活弁本当に楽しいので、ぜひ映画館で、映画の始まった映画なので、ぜひ映画館で見てください。よろしくお願いします。お願いします。東京国際映画祭はいかがですか？楽しませていただいてあの、まあ、以前もね歩かれてましたもんね、レッドカーペット。まあ、そうですね。今日のご衣装すごいですけれども、それは すいません、東京国際映画祭の日本のデザイナーさんだと思います。小村さんは初めてですか？いや、僕は初めて評価していただいた映画祭です。勝負させていただきます。今回の映画で何かちょっと面白いエピソードなど、なんか現場であったりとかしたら教えていただきたいんですけれども。面白い人だらけだったんで、笑いをこらえるのが大変でしたあとファンの皆さんにメッセージをいただければ。楽しい映画になっているので、ぜひ劇場でご覧ください。ぜひ。ありがとうございます。監督、はい、東京国際映画祭はいかがですか？何度か参加させていただいたことあるんですけど、ちょっと雰囲気違ってきたかなって。こんなに華やかで賑やかなイメージがなかったので、ちょっと驚きました。あの今回オーディションで選ばれたとのことですけれども、はい、何かこう魅力とか教えていただければ。俳優さんの、成田さんは最終的な決め手は、この映画でヒーローを演じてもらったら誰を一番好きになれそうかっていうんで、何人か残った候補の中から考えて、成田さんがやってくれたら僕大好きになれそうだっていう予感がしたので、本当感覚的な選択になりました。黒島さんはどこか影があるっていうと言い過ぎなんですけど、なんかまだね、自分がこの場所にいていいのかしらとか、女優っていう仕事をこれからも自分の仕事として続けていいのかっていうところに、まだ迷いとか逡巡しているものがちょっと感じられたんですよ。でそこが逆に好ましくて、でこの映画のヒロインの梅子ってあんまり幸せな子供時代を過ごしてなくて、で役者になりたいと言って
女優になるけどのなり方もあんまり良くなかったから私女優なんてやめようかなって思うそんな役だったので、黒島さんのなんかあの青春の迷いみたいなのがそのまま出れば二人になるんじゃないかなと思います。ぜひ映画の見どころを教えていただきたいんですけれども、まず第一に活動ベースの喋りです。これあの成田さんが本当に見事にプロのレベルでやってくれてます。もう一つはこの映画全体がアクションにこだわってるんです。それは活動写真時代のアクションで、今僕らがハリウッド映画で見るアクションとは違います。でもこのアクションが映画の基本で、多分今見るとすごく新鮮で驚かれると思うので、まあ、アクションシーンと笑い、それと活弁のしゃべり、これがあのこの映画の面白さだと思います。ファンの皆様にメッセージお願いします。もう今言っちゃったですよねありがとうございます。